どうも大輝です、えー。今回はですね、僕の説明をしようかなと思いまして、えー、大輝の大冒険、北山 TV、そして北山レボっていう、 大きく分けてこの3つのことを僕はやってるんですけども、これについてね、なんか詳しく説明したことないなと思って、あの、実際に会った人とかね、そういった人たちには結構話してると思うんだけど、多分 YouTube であんまこういうこと言ってないんじゃないかなと思って、皆さんも、大気温大冒険って結局とか、北山 TV って結局、北山レボって結局何してんのみたいな感じでね、思っている方もいるかなと思いまして、今回はこの三つについて、 説明したいと思うんですけども、多分結構長くなるから一個ずつ説明していくのに、えー、動画三本に分けて、えー、説明していきたいと思います。<music> まずは大気の大冒険についてなんですけども、大気の大冒険の説明ってなると、まあ僕の説明みたいなもんです、ね、大気の大冒険イコール大気なので、僕の行動を まあ、大気の大冒険で、えー、皆さんにお伝えしていくっていうのが、大気の大冒険の YouTube の本来の趣旨っていう感じで、まあ、北山 TV も割と大気の大冒険とイコールなところがあるんですけども、まあ、またね、北山 TV はまた違ったこともしているので、北山 TV は北山 TV として説明をしていきたいと思います。えー、まず大気の大冒険、えー、何なのっていう話なんですけども、そもそも大気の大冒険っていう名前の由来みたいのは、 まあなんかねこれもね結構長くなるかもしれないですけど「大気の大冒険」ってつけたのはこのキャンピングカーで北海道179市町村を回るからではなくて「大気の大冒険」っていうのは僕自身の人生どういう風になっていくんだろうから「大気の大冒険」っていうタイトルが付いて YouTube をスタートしました YouTube スタートしたのが多分ねもう4年くらいになるのかな今2024年6月でしょ 2020年の1月か2月くらいにスタートしてるからもうね4年ちょっと4年半くらいやってるんですけども初っ端ですねあの大輝っていうやつは釧路で生まれ育って、えー、高校卒業して釧路の企業に勤めてですねそこで13年くらいですね勤めまして、えー、そっからまあいろいろとねまあこんだけ30歳までその時30くらいね で30まで生きてきた中で自分のできることとか自分の能力とかをまあ認識しだすじゃないですかまあいろんな人に言われてで僕の性格が割とみんなと違うなっていう感じまあ違うというかまあなんかちょっと 特殊な部分があるなっていうのも感じたり、まあなんかいろんな人の役に立つっていうのがすごい好きで、まあそんな性格を知ったからというか、なんかですね、すごいきっかけがあったかっていうとそうではないんですけども、じわじわと、まあその北海道釧路市に住んでたので、釧路のまあ衰退というかね、そんな感じをちょっと感じてきて、僕になんかできることないかなって、ぼんやりと考え始めて、 で、自分の能力的になんかね、いろんなことの役に立つことができる能力があったんですよ、多分ね。はい。で、そういうのを感じて、なんか人のためだったらめちゃくちゃ全力で動けんなっていうのがあって、なんかできるんじゃないかっていうので、会社を辞めたんですよ。はい。で、会社を辞めて、えー、釧路とか北海道のために何かできないかなっていうのを、ちょっと勉強しようかなみたいな感じで、札幌に行って、 で、札幌でいろんな人と会ったり、まあ経営者の人とお話をしたりとかで、北海道とかそういう地方創生みたいなのを、まあちょっとずつ知っていったのかな。で、自分には何ができるかなって思って、まあそもそも北海道って何がすごいんだろうとか、北海道の魅力って何だろうとかっていうのを、まあ、考えていくうちに、まあ食が美味しいとか、まあ景色が綺麗とか、あとは、まあ、ウィンタースポーツとかね、えー、冬、四季があるとかね、 そういった部分がすごいあるなっていういろんなね北海道の良さっていうのがあるなっていう中でもやっぱりこの食っていう部分で第一次産業が北海道を支えているっていうのを知ったわけですねはいまあそれはそうですよね北海道はどう考えても第一次産業がめちゃくちゃ圧倒的な割合を占めているのでこれが衰退してしまうと北海道はなくなってしまうというので知り合いに漁師さんとか農家さんとかがいまして で、そこの撮影というかね、そちらの現場を見させてほしいっていうので僕行ったんですよね。そしたら、その時にすごい感じたのは、思いとかがすごい素敵で、なんて言うのかな、第一次産業者って原料となる野菜だったり魚だったり、そういったものを、ま取って、生産して、送ってくれるっていう感覚だったんですけども、やっぱりそれ一つにとっても、やっぱりその人たちのこだわりとか、あとは、 まあこの環境が当たり前のことではないっていうので、より良くしていきたいとか、まあ後世に残していきたいとかね、そんな感じの思いでやっている人たちがいたわけなんですけども、そうやって考える人たちが、まあ、悲しいことにあんまり多くないっていう現状っていうのも知って そうななるとでですすねねやっぱりりあまり理解されないんですよ、ね、何かを変えようとか何かを良くしていこうっていうのが理解されないと変なことをしているみたいな感じで思われがちっていうのがあって、まあ、それってすごいなんか、うん、もどかしいしもったいないなと思ってでみんなのためにとかねその地域のためにやっている人が地域の人によく思われないってすごい 悪いい流れじゃないですかでそれだったらねこのよくしようって思ってる人たちもみんなにそんなふうに言われるんだったらやめようっつってやめちゃってまあ現状と変わらないかまあ今で言うとねやっぱ衰退していくっていう部分にねつながっちゃうと思うので、まあ、その心にあるまあ小さな炎っていうんですかねそれをね消したくないなっていうふうに思っていろんな地域に行っていろんなそういう人たちがいるんじゃないかと思っていろんな地域に行って。 で見てみたらまあ実際にいたんですよ本当に同じような気持ちで農家さんでも漁師さんでもねだからそういう人たちをつなげばまあそのね、えー、地域でちょっと寂しくね、えー、頑張ろうとしている人たちもまあ仲間がたくさんいるんだと思えばね、えー、心が折れずにやっていけんじゃないかなっていうので北海道各地のそういう熱い人たちをつなごうっていうのもあって、えー、冒険に出るわけなんですけどもそもそもねこれがね大気の大冒険みたいな感じのねメインの感じになってるんですけどまあ。 話を戻すと、大凶の大冒険というのは僕の人生記録を作ろうとしたということで、まあその札幌ね、いろいろと学んで、そういう第一次産業の道へ行こうっていうふうになったんですけど、まあそもそも札幌に行った時には、何にも考えてないです。本当に、北海道とか地方創生、まあそこまで考えてたかな、なんかより多くの人のために何かしたいなっていう、より多くの人の幸せのために何かをしてあげたいなっていうのを思って、何ができるかなっていうので行ったんですよね。 で、この空っぽな僕が、まあ、いろんな人と出会っていくわけなんですけども、そこで、えー、当時大学生の子かなえー、その子が、大器さんが、釧路で、まあ、ある程度の企業に勤めてて、13年勤めて、それをいきなり辞めて、より多くの人の幸せを作りたいみたいな感じで辞めて、この人、今後どういう風になっていくんだろうって、全くわかんないです。誰もわかんないです。僕もわかんないです。何をするのかもわかんないですか。かそれの記録を取ろうっていうので、 大気の大冒険っていう YouTube をスタートしたんですよ。なんか本当に最初の YouTube なんて、 まあ、何をしようとしてるのか分かんないですね。はい。まあ、アイスホッケーの応援とかね、そういったこともしてたんですけど、まあ、本当に北海道のために、北海道を盛り上げるために何をしていったらいいんだろうっていう考えるところからスタートして。で、あのー、僕の世代とかね、まあ、リメイクでも言ってたんですけど、アニメの大の大冒険っていうものがあって、まあ、なんかそんな感じのワードもなんか響いたのかな、分かんないですけど、なんかそういうのも聞いたことあるなって、大の大冒険って、なんかいいなみたいな感じで、 大気の大冒険っていう名前になりました。はい。あのね、179小村このキャンピングカー生活をするのが大気の大冒険って思ってる人もね、結構いると思うんですけど、違うんですよ。はい。でね、そのね、一位産業者にこう何回か札幌からこうやって会いに行ってたんですよね。で、その時も YouTube を一応スタートしてたんで、YouTube で撮影とかしてて。で、まあその北海道各地のね、いろんな熱い人を繋げたいって思った時に、札幌からこう行ってるとね、めちゃくちゃお金もかかるし、まあ、札幌に帰るのもめんどくさいんですよね。ただ寝に帰ってるだけなんで。 まあ、動画編集とかも札幌でやってたんですけど、だったら現地で動画編集も済ませて、また次の次、次の街とかっていう風に行けたらいいなって思って、最初ね、軽自動車とか買おうと思ったんですよ。でも、軽自動車だとさ、冬とか、ちょっとやばいんじゃないって。もしかしたらね、身の危険があるんじゃないとかも思って、いろいろ調べたら、キャンピングカーっていうものがあるぞと。<laughs> それを知って、 えー、キャンピングカ屋さんに行きました。キャンピングカ屋さんに行って、キャンピングカーって冬も過ごせるんですかって聞いたら、はい、過ごせますよっていうふうに言われたんで、あ、じゃあキャンピングカーで北海道全市町村、北海道中を回ろうかなっていうふうに思って、そしたらね、えー、ここで動画編集もできて、えー、寝泊まりもできて、もう最高じゃんっていうね、はい。もうコスト削減ですよ、本当に <laughs>。札幌にもう家をいらないと、札幌の家をマンションだったんで、解約して、 キャンピングカーでいろんなところこう回ってそこで動画編集もして発信していけばすごいコストが下がるなと思ったわけですね。はい。家賃がキャンピングカーのローン代みたいな感じになるんでそれでキャンピングカーを購入してこうやって回るっていう形になったんですよ。はい。なのでね、キャンピングカーに対しては僕全然あのワクワク感とか あの、<laughs> キャンピングカーが好きとか、旅が好きとか、そういうのは全くなくて、本当に各地の熱い人たちをつなげたいっていうのと、まあもう一つあの、僕自身が北海道を知らないし、第一次産業を知らないので、第一次産業の勉強したいなっていうのもあったんで、まあとりあえず全市町村ね、自分の目で見て、聞いて、体感して、それで勉強していきたいっていうのもあったんで、全市町村を回ろうというので、 まあね、それにあたってのキャンピングカーは本当にコスト削減ですね。はい。なので、あの、光熱費もね、そんなにかからないっていうね、えー、状態ですし、まあ今となっちゃうね、本当電気も強くなったし、エアコンもついてるしっていうのにね、あの、すごい快適な感じにはなってるんですけども、まあもちろん、当初はね、すごい、えー、不便、めちゃくちゃありました。まあそもそもキャンピングカー全然知らないで、キャンピングカー購入してやってるんで、全然知らないことだらけで、なんだこれっていうね、部分もあったり、 まよく電気がなくなって、えー、もう何もできなくなったりとかそういうのもあったんですけども、まあ、そんな感じでねこう回ってって、まあ、それが今も続いているみたいな感じかなはい長くなったんですけど大気の大冒険の由来はそんな感じです。 はい、で現在は大気の大冒険としてちょっと動画の更新もね、えー、ちょっと間隔が空いてしまっているんですけどもそんなこんなをやっているうちに北山 TV としての仕事だったりね北山レボ会っていうのもね補足したりとかでいろいろと <laughs> 幅が広がってってるんですけども、まあ、大気の大冒険の中に北山 TV があるみたいな感じなのかな北山 TV の中に大気の大冒険があるのかな、うん、どっちなのか分かんないですけど大気の大冒険イコール僕で僕もねなんか今趣味とかやりたいこととかそういうのは特になくて。 はい、本当に北海道で頑張ってる人たちの役に立ちたいっていうのがもう趣味みたいな感じでやっているので本当大気の大冒険」イコール僕の生き様みたいな感じでただね自分でね自分のことをあんまり動画撮れてないのであの皆さんにね本当に普段の僕っていうのを見せれてないっていうのがちょっとねあの申し訳ないなっていう部分でもあるんですけども、まあ、いずれあのカメラマンとかね一人一緒に同行してくれる人が来ればはい 僕の普段の様子も、じゃんじゃんね、えー、皆さんにお見せできるかなと思っております。まあ正直、大気温大冒険っていうのはね、ほんと何でも屋さんですね。はい。よろず屋っていうんですかね。はい。そんな感じで、もう本当に自分のできることをやる。できないことはもちろんできないし、まあやろうとすればできるかもしれないですけど、や自分のできる範囲とか、自分のできることで、えー、みんなの役に立ちたいなっていうので、 まあそのできるものの範囲が僕は多分広いと思うんですよ。なので、会社辞めてね、いきなり年収ゼロみたいな感じでスタートしても僕はなんか生きていける自信があったし、うん、なんか本当に人の役に立てるなっていうふうに思って、それがね、本当うぬぼれかどうかっていうのはね、まあ、今後でね、あの、わかることなんですけども、 まあそれでもやっぱり全力出してできるっていうのが自分の強みでもあるし誰かの役に立てるっていうのが自分の中の最大の幸せなので人間幸せのために生きてると思うんですけど僕は誰かの役に立つっていうのが本当に自分の幸せになるんでそのために生きてるっていうのとあとはなんか自分の生まれたた意味みたいなな。感じかな自分にはなんかちょっと特殊な能力があってそれをね隠して生きてるよりは世の中に還元して生きた方がいいんじゃないかなって。 っていうのと、はい。そういうふうに神様に作られたのかなみたいな感じで思って、はい。僕は行動してるみたいな感じですね。もちろんね、会社を辞めるときにはね、茨の道に行くわけですから、まあ、大丈夫かなとかね、ちょっとした心配みたいのはね、あったとは思うんですけど、まあ、さっきも言ったようにね、あの、僕は多分生きていく力があると思うし、まあ、その心配に関してはね、ほぼほぼゼロでスタートして、まあ、今もね、 今も、ね、179小さん回っている時とかも茨の道だったと思うんですけどこうやって皆さんにね応援してもらったりとか本当に周囲の方に応援してもらったりとかで、えー、生きてこれたんで茨の道もね本当にそれに関してはね本当に皆さんに救われたなっていうふうにも思うんですけども今後も茨の道をどん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 進んでいこうと思ってます。 そんな感じで大規模大冒険をねえずっとやっているうちにまあこういうね YouTube はもちろんなんですけども映像っていうものをねずっと撮って編集してアップしてってやってきたんで映像制作っていうのができるようになってて冒険中とかかな終わった時とかにこういう映像作れないのとかこういう映像作ってほしいみたいなまあ相談をされてそれならこう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 とかっていうのでなんかいろいろ説明ができたんですよ。しかも自分で撮ろうと思ったら自分で撮れたんですよ。なのでそれが ま、仕事になってたみたいな感じで、映像制作の仕事を北山 TV としてやってってるみたいな感じですね。だから大器の大冒険の延長で北山 TV が生まれたみたいな感じですね。まあ、何回も言うんですけど、大器の大冒険は本当に僕の生活記録みたいな感じなんで、本当にね、YouTube 的にはね、あの、ジャンルの統一がされてないっていうので、ちょっとね、あんまり良くないのかもしれないですけど、まあ、でもなんか、うん、僕の生活記録みたいな感じなんで、 え僕が載せたいことを載せるし、あとはなんか視聴者さんのね、希望があれば、それを答えるっていうのも、僕の中のなんか趣味でもあるから、皆さんのね、えー、希望を聞いて、それにね、できることはやるみたいな感じで、えー、大器の大冒険はやってってるみたいな感じですね。なるべくね、今までは取材っていう形でやってきたんで、えー、今後はね、自分の行動とか、自分の日常とかね、そういったものを皆さんに伝えたいなと思ってるんですけども、まあ、なかなかそれができてないっていう、 ところで、はい、申し訳ないですけども。なのでね、あの、たまにゲリラライブで皆さんとライブ配信してお話をするみたいな感じですね。あとはイベントとかもやっていくと思うんで、そういったのも、えー、YouTube でもちろんね、告知していくっていうので、はい。だから YouTube は、えー、僕と皆さんとか繋がれるような場所みたいな感じで、僕の生活だったり僕の何かっていうのをね、見せていって、みんなに賛同してもらって、 みんなで北海道を盛り上げていくみたいな感じの場所にしたいっていうふうに思っております。大気の大冒険って全体でに言えばそういう感じですよね。なんか質問とかあったらコメントに入れてください。はい、答えていきます。大気についてね。はい。この後に北山 TV と北山レボについては話をしていきますので、大気の大冒険、かっこ大気についてっていう動画はこんなもんでいいのかなうん。いいと思いますね。はい。 まあ、大器の大冒険は、とりあえず、北海道179所村もあるっていう、なんかメインのものがあったんですけども、そもそもそれが大器の大冒険ではなくて、大器の人生、今後どういう風になっていくんだろうっていうののタイトルが大器の大冒険っていうことです。はい。いうことで、大器の大冒険はもうずーっと続いていくっていうね、感じですので、はい、僕がおじいちゃんになるまでやってるかもしれないし、<laughs> そこはわかんないですけど。うん、そんな感じで、えー、今日も生きてます。<laughs> <laughs> うんなんかね大気の大冒険はいつも言ってるんですけど自然現象で行動してってるんでえ今日このあと何が起こるかもわかんないし明日どういうことが起こるかもわかんないしある程度の予定は入ってるけどまあ,ある程度の予定は入れてないみたいな感じで毎日自然現象で生きておりますはいただ毎日幸せに生きていきたいなっていうふうに思ってますのでいろんな人と関わっていろんな人の役に立てるといいなっていう 感覚で今後もやっていきたいと思っております。今回の動画は大金の大冒険、大金）についての動画でした。質問とかわからないことなどなどありましたらコメントの方でよろしくお願いします。あ高評価、チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。えー、次は北山 TV、北山レボについての説明動画も作っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。